クーリンイコールガイカウンシルは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の地方公共団体。クーリンイコールガイカウンシルの市役所が設けられている。ゴードンは、シュドニー中心業務地区から北西1 5トルに位置している。市の中央部を南東から北西方向にパシフィックハイウェイを縦断する。市の北東部はワーリンガーカウンシル。市の北西部はホーンズビー、シャー。 市の南西部はシティオブライド、市の南東部はシティオブ・ウィロービーと接する。使命になっているクーリンイコール街はヨーロッパ人がやってくる以前にこの地域に居住していたアボリジニのクーリン街人に由来する。この地域にヨーロッパ人が定住を開始したのは1814年のことであった。19世紀の半ばには陸路、水路が整備され、さらに1890年代には 鉄道が建設された。1906年、シャー・オブ・クーリンイコール街の設立が宣言された。戦艦期を通じて、街の発展は継続し、1928年には、シャーから、ミュニシパリティとなった。第二次世界大戦後も、街の発展は継続し、1950年代には5万人だった、人口が1980年代には10万人に、 倍増したのは戦後の結婚ブームと移民の流入によることが大きい。空輪イコール外カウンシルは以下の9つのサバーブで構成されている。空輪イコール外カウンシルの議会は住人によって構成される。任期は4年。選挙区は5つで、それぞれの選挙区から2人が選出される。市長は選挙後最初の議会で10人の議員から選出される。 最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。無所属9議席、オーストラリア自由民主党が1議席を獲得した。市長はエレーヌマリッキー。ABCDEF ヒストリーオブクーリングイクーリングウンシル2012年11月25日、閲覧、アバウトクーリングイクーリング ガイカウンシル、2012年11月25日。閲覧。サバーブスオブクーリング街。クーリング。ガイカウンシル、2012年11月25日。閲覧。ABC。クーリング。ガイカウンシルカマナラワード。ローカルガバメントエレクションス2012。エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ。2012年9月21日。閲覧。ABC。クーリング。ウンシル ゴードンワード。ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日、閲覧。ABC クーリング外カウンシルローズビルワード。ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワイールズ2012年9月21日、閲覧。ABC クーリング外カウンシルストリートアイブズワード。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワェールズ2012年9月21日閲覧 ABC クーリング外カウンシルワローンガワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスワェールズ2012年9月21日閲覧 ABC チェントリン LN マリッキーニュークーリング外カウンシルメイヤー ノースショアタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ n o r t h s h o r e t i m e s w h e r e i l i v e c o m au, ニュース、ストーリー、LN マリッキーニュークーリングガイメイヤー、2012年9月26日、閲覧。ありがとうございます。